内海利勝 Love and Peace 同じ空の下から、This program was brought to you by 横浜野毛あぐら亭、登る靴店スーパー G、 NPO 法人地球環境共生ネットワーク通称 U ネット、ナチュラルフーズショップ新鮮、株式会社 EM 生活、 EM ウェルネスリゾート、ホテル&スパコスタビスタ沖縄、輝きの中に溶けて時を超えてゆく、セポヘイト筋30年横浜の野毛あぐら亭、スーパーオイル配合、スーパーレ肌油ゲーム、スーパーレ髪油ゲーム、スーパー一筋30年横浜の野毛あぐら亭。あれ、oh, wow. 横浜の野毛あぐら亭 .com で検索してください。登る靴店スーパー G、 セットフォーアウトドアアドベンチャー。はい、1週間のご無沙汰、ね、今日男らしいですね。どうしたんですか、いきなりご無沙汰。あらら、あら、かっこいい。まあ、ちょっと疲れ気味もあるけど関係ない。ああ、びっくりした。さて、今日は、ね、ゴッツピンク、ゴッツピンクからゲストに来てもらってます、はい。パーカッション、イエイ、ちょっとマリンバ、マリンバ、世界的マリンバ奏者だから、素晴らしい。林美里ちゃん、ミミちゃん、通称ミミちゃん、こんにちは、まあ、よろしくお願いします、ね、お邪魔いたします。今日もいいですね、シックで紫で、ねえ、ねえ、もう大人の女性、ね、見えてるのかな。YouTube で見てください、大人の魅力の。いや、一番ゴズピンクではね、下っ端ですけどね。まあね、うん、頑張って。ゴズピンクっていうのは30代、40代、50代、60代。うん、まあ、俺が60代だから。まあ、頑張ってぶる下がってます。そうそうそう、ね、うん。昨日もね、大阪から帰ってきて、はい、大阪でやりましたよ。あの、ヒロコーヒーというね。そうですね。大阪。大阪はお寺ではなかったんですか？はい、うん、今回はヒロコーヒーさんって言って、うん、大阪で、あの、関西の方で有名なコーヒーチェーン店の、あの、ところで、野外というか、野外、うん、ライブです。テラスです、ね。テラスライブみたいな。向こうはね、暑かったんですよ。よかったというか。30度 ?30 度よ。よくなかった。よかった、どうだった、気持ちよかったですね。うん、もう夜だからね。あの、夜ですか、風も適当な感じであって。あ、素敵、うん。照明も入ってね。それで、うん、上、月が出ててね。そうそう。いい感じでしたよね。月に、月なめで、あの、みゆちゃんが、あの、マリンバ演奏してるの、私写真撮りましたから、ね。そう、パパラッチされました。うわ、でも、生えたでしょうね、ゴッツピンクの皆さんと曲と。あ、なんか雰囲気は良かったですね。雰囲気は良くて、うん、あの、演奏もすごい気持ち良かったですね。風も吹いてて、うん、そうそう、程よくね。程よく、はい、素敵、ね、とりあえず一曲聴いていただきましょうか、はいはい、うん、ね、じゃあゴッツピンクで紹介してください。はい、サインオブピンク、ピンクの気配より、ダスティーロードお聴きください。よ、お寺とか夜にね、このマリーさん、うん、声が晴れちゃう、映えますよ。今回はなんかビジュアル重視でやるから、うん、上とかはハットを少し照明とか、うん、映像とかなんかでこうライトアップして、
激しくやったし、本当にあのここのところそう去年もすごい綺麗だったんですけど、うん、去年にも増してやるんで、なんかそういうのをちょっとこうきちんと入れたくて、で今回鎌倉芸術祭に盛り込まれてるんですよ、鎌倉芸術祭企画なんです。なので鎌倉市のそういうなんだろう芸術で盛り上げていこうみたいな、毎年やってるんだよね。そうですね、そこにあのうちのイベントが中に入ってます。鎌倉が誇るバンドになりたいな、ね、うちみさん。何？え？何の話聞いてなかった。だってほら鎌倉出身の二人だから大丈夫ですよ、ね、まあ悪い二人だけどカラスピンさんが今持ってる二人出身がいるから出させてもらうっていう条件です。そう一応そうなんです。それでなんかじゃああそこに出る人ってのはみんなそういう人が多いじゃないんですけど、まあ特別、まあ、いた方がいいなってこと。特別ですよね。特別扱いで、あんまり2年連続で私実を言うとクラシックの今年やってるんで、もう今年で2回目なんですよ私はね。それでゴツリンク自体も去年今年で、あんまりやってる人いないお兄ちゃんの3回目。あ私もね、あそこで6回ぐらい。あ、すごい。気がついてる、うん、そろそろね、出家がね出家がね、すごい。6回目やったらやっぱ朝電話かかってくるわ、ね、そうなんです。お掃除しちゃったりとかして、お嬢さんの道は行くしかそこを拾ったりとか離れちゃったりまあでも、心洗われてます。でも、あの気持ちはいいよね、ああいうなんかね。そう、あんまりね、こうシーンとした空気っていうかさ、言っててそんな気がしたの。属世界からなんかちょっと離れた感じある、うん、ぜひなんかお時間作って上の方とかお茶も飲めるらしいので、上、なんだ、あのあれの店長さん、ハイキングコースで修行僧のさ、声が聞こえてくるんだよね。そうこんな文句とか、なんかあれなんかこう独特な雰囲気だ。今年、去年と同じ曲やるんですけど、バージョン違いになります。あの、ゲストもやる。そう、ゲストね、ね、バイオリンじゃなくなりそうだから、ちょっと、ま、あの、ゲストが来るで引っ越したの、入ってますよ、大丈夫ですか。これなんでや、聞いたら他の人だ。ゲストが違います。でも、すごい素敵。去年、あの、ね、このお坊さんのお話聞けたりとか、今年もお願いしたいかな。説法、説法じゃないの、説法だったの。説法っていうまでいかないか、お説教、お説教かな、優しい、まあ、法話って感じだね。もうファンキーなね、ちょっとまた名言が出るどうします、ずっとそのまま行っちゃいます。これは何分ぐらい、もうすぐ終わりだから、これぐらい最後に行っちゃうか。スタジオ内どうですか、もうちょっと遅いかな。いや、大丈夫です。これだって、まあ、著作権上問題ないから、はい、と思います、うん、なんか都会的な音だからいいですね。都会的ですか、はい、はい、わかりました。都会的でしょ、田舎本ばっかりだと思って、なんかないか、俺たちが田舎本だと思って、やばい、東京、都会人、はい、都会人、まあでも東京出身ってのはあまりないよ、うん、イエイ、はい、いいですね、ダスティールオード、うん、ね、今日は、ね、はい、みみちゃん、これからみみちゃんでいきますけど、みみちゃんに来てもらったのは、はい、なんとこれですね、これ告知、うん、なんと去年に引き続きね、はい、鎌倉のお寺、うん、鎌倉御山って言われています、うんうん、建長寺で10月19日土曜日、うんうん、2時開演で、はい、あの天井に
龍が書いてある八頭という場所で、ね、あの今年もライブをやらせて、うんうんうん、いただきます、ね、去年素晴らしかったもの、うんうんうん、ミミちゃん、なにミミちゃんじゃないエミちゃんも来てるじゃんね、はい、うん、エミさんもいらしていただいて、うん、去年結構盛況で今年も、うんうん、あの今年はね、あの鎌倉芸術祭という、うんうん、あの鎌倉でやっている、あの企画そういうのに、あのイベントとして参加させていただいているので、いくつかの場所でやってるんですか、うん、そうですね、うん、かあのお寺も、まあ、北鎌倉中心のお寺が多いんですけど、うん、そういうイベントごとが、まあ音楽だったり、うんうんうん、絵だったり、うん、またなんか今回はコンクールも主催しているようで、その建長寺に書いてある龍がテーマなので、うん、その龍のその、絵を募集して、はい、あの一等賞にはですね、賞金が出るそうです。賞金ですか。やらしいこと聞いていいですか。はい。いくらぐらいですか。30万で売ってますね。まあ、ね、はい、ご興味がある方はインターネットでというお話もあるぐらい。なので、あの、うん、今回、あの、ゴッツピンクも、うん、あの、タイトルがですね、神なき月に舞い降りるゴッツピンクボリューム2で、龍の雨。うん、龍の雨、はい。サブタイトルがついてるんですね。うん、あの、やられちゃうね、これ。ちょっと。龍の雨。そう、天井に、あの、龍が書いてあるので。このね、プライヤーの、ね。そうですね。かっこいいんですけど、うん、去年もライトアップしたんですが、もっとこう、今回は、うん、あの、エンターテインメントみたいな感じで、こう、ショーアップしまして、そうだね。あの、映像なども使って、なんか、龍の上に映像がかかる。なんか、ちょっと秘密なんですけど。いろいろあるんですよ。これ自体がすごくね、綺麗な、うん、いろんな方法があるみたいで。そうですね。小泉純さんっていう方が、あの、書かれた、あの、龍の素晴らしい絵なんですが、そこを、あの、色をこうつけたりとか、いろいろして、ちょっと楽しみたいと思います。それに、ゴッツピンクの音楽が入るという。ミミちゃんまた衣装来るんですか？秘密っていう感じですね。秘密だそう。でも、ミミちゃんは、あの、県庁寺のすぐそばなんですよ。ね、真裏なのね。真裏なんで。そう、歩いて来れるからね。からね、セッティングは前の日にやっちゃうんだよ、ね。そうそうそう。上から転がって来れちゃうような。ああ、ね、あの、マリンバコロコロ。あ、違うか。ごめんなさい。なので、まあ、お楽しみということで、うんうん、まあ、ぜひ皆さんにいらしていただきたいなと思っています。ね、楽しみですね。ね、10月19日。うん、ね、うん、じゃあ、もう一曲ね、ここで聴いてもらいましょうかね。はい。これは龍の雨ですからね。はい、雨、はい。雨といえば、今日も雨。そうなんですよ。今日もしとしと雨降ってますよね。ちょうどいい曲がありますね。ですね。あの、ゴッツピンクの、じゃあ、アルバムから、細い雨。どう私は対応して、これがよく聞いてるとSM っぽく聞こえちゃうと思います。内容はあ、これ流れちゃうか。イメージが、まあ、裏表だっていいんじゃないですか。いいんだ、裏番組、裏番組。そういえばね、この間、去年出ていただいたときに、ゴッツピンクの CD が買うとご利益がいいんですね。で、そうなんですよ。今年はちょっとまた思考を変えてやるそうなの。細い雨。でもあそこは照明はでも結構いろいろできそうだよね。でも照明やったのはうちが結構初めて。あんまりいじってないのか。気に入っていただいて、あそこまですると思わなかった。ぜひ今年も、ね、上をね、お客さん結構上見てた。そうです。そう、上見ながら曲を聴いてこうやって見るとまた幻想的だから。でも演奏中見ると忘れちゃうよね。悲鳴が何だ。見ちゃう。見ちゃう。注意しましょう。割とね、席が後ろの方だったから、こう演奏してる姿はあんまり見えなかったんですよ。たまにこうやってやるなんか台作るんだよね。私は舞台作ります。大変でしたもん、ね、だから去年はろうそくとかさ、一応公開的に置いたんだけど、低いからあんまり 見た側ではわからない。なんか惜しかったんだよね。だからまあ今年ちょっとまた思考を変えて、セッティングを変えて、で曲も一緒に行こうっていう感じ。だんだんね、ちょっと雰囲気を変えて感じで、いいですよね。楽しみ反面ね、うん、ちょっとね、ちょっとね、まあ、でもまあ少し期
険性があったら面白い、ね、危険アブノーマルアブノーマルどういう危険があるの秘密それも秘密あの枠にこだわらないっていうのがある意味ね、うん、ゴーツピークの良さでもあるからいいですよね、うん、メールいっぱいあるけどどうしますかえ、アメール次読みましょう。次、ガシガシ。ガシガシ読んで。今日多いんだよ、こういう時。ジョニーさんもくださった。雨だから聞いてる人もね。ああ、そうか。暇やな。でも、よく飛びますね。ね、あまりやると映っちゃってるからね。この子は何で叩くんだろう。女王様なんだ。叩き屋だからいいか。叩き屋なんですか。叩き屋だから。叩きね。みたいに叩かれたいって人もいちいちいたの。あ、本当。メールでたまにね、来るの募集中みたいな。そうか楽しいです。熱くずっとこうやっておきましょうかね。あ、そうか、切っちゃうと山田さんは音は聞こえないわけです。ここの声は聞こえるけど、山田さんの声が入ってる。あ、なるほどね。どういう感じで切っちゃう。どうしよう、うん、こんな曲って僕わかんないな。じゃあ3枚何枚あるか。初メールの方も多そう、うん、じゃあ初メール私読みましょうか。お願いします。新次郎と千倉さんはあれだ、お任せ。千倉さんまた後で来るかみたいな感じ。あ、北郎もじゃあ恵美ちゃんたまに北郎さんどこに北郎、はい、はい、北郎さんいない。ルスカちゃんと、ね、え、じゃあ何？ルスカちゃん、ルスカちゃんと、私読むのは誰です？ルスカちゃん、チクロちゃん、キタロウ、キタロウさんとブスカさん読むんですか？はい、いいですね、はい、遅い雨ね。はい、で曲の自分なんか全然違うことばかり、ね、話して縛られてっていうのがどうも私には気になっちゃってね。叩かれてました。こら出ちゃいました。いいじゃないですか、ね、ちょっとこうアブノーマルな感じの枠を外した感じ ね、うん、まあ、しっとりした、ね、枠を外すっていうことももう念頭にあったから、うん、そうですね、ジャンル的にそうだって。ジャンルはね問われない、うん、バラバラだもんね。ミミ、うん、ちゃんはクラシカルな人だ、ね、そうですね、元クラシック、うん、あの畑尾さんキーボードはポップスです、ね、ポップス系っていうか、まあ、ジャズ系っていうか、でロッカーブルース、まあ、俺はない、節操がないんで。それでボーカルが、まあ、演劇も入った寺山修司さんのとこであのやってたから、お弟子さんなので、まあその出会いで、この私も長いお付き合いさせてもらって、私のアルバムもここの同じレーベルから出てますから、ね、エアプレンレーベルですね。さて、これじゃあちょっとメールをね、はい、読ませていただきます、はい、ジョニー大口雄之介、はい、ね、ジョニーさんこんにちは、まあ、前回あのハイドウェイの時来なかったね。あ、まあ、うん、メッセージ、エミさん、内海さん、大変ご無沙汰しております。そうですね、うん、また仕事時間など、うん、ハイダウェイにもご無沙汰してしまっております、はい、また内海さんのライブに行けることを楽しみにして、はい、しばらく自分の仕事を頑張りたいと思っています。そうですね、体調に気をつけて、お二人とも、うん、お体に気をつけてください。 ありがとうございます。お気遣いもありがとうございます。あなたもね、体とね、うん、心のバランスもあるだろうけど、はい、頑張ってください、はい、ね、うんうん、そして三重県の星屑さん、あ、星屑さん、ね、こんにちは、ね、お久しぶりですね。ユケストポリストックブルース、まあ渋い。こんにちはってことでね、うん、内海さん、先日のヤシオクルーパー、埼玉お疲れ様でしたね、うん、来月13日京都ジョニエンよろしくお願いします、はい、頑張っていきますよ、うん、朝晩は涼しくなりましたね、はい、内海さんも恵美さんもお体に気をつけて。ありがとうございます。2人続けて心配されてると、よっぽど俺たち体悪いみたいな。何でしょう、まあ、頭はあんま良くない、同じくの違う。内海さんはいいですよ。そんなことはないですね、お名前明さんですか。明さん、ね、はい、埼玉県の草加市の方ですね。 ありがとうございます。これリクエストは、うん、これどう読んでいいのかな、男道は我我流っていうのかな、我流がごとく、うん、小庵の小市、
ね、初めてのリクエストです。ありがとうございます。銀杯への翔さんとユニットを組んで頑張ってる最中に病に倒れ、活動休止してた浩一さんが明日復活ライブなので、嵐の中、埼玉から新宿まで行ってきますと、ね、最近ボンミス続きの年下上司にぜひ聞いて頑張って頑張ってしほしい、まあ頑張ってほしいってことですね、まあ頑張ってくださいね、あの翔さんね、翔ちゃんとか、俺私のね、高校の後輩なんですよ。あ、そうなんですか。まあ、まあ、あの向こうはご存知かどうかわからないんですけどね、私があの自分の高校のホームページ見たら名前が出てました、ね、あ、そうですか、ね、まあね、同じ高校ということで、ね、まあ、頑張っていきましょう、ね、じゃあ恵美さんちょっと残りのある読んで、ね、あ、じゃあ新次郎さんこんにちは、うん、いつもありがとうございます。チューミさんとエミさんの笑顔がリクエスト、ありがとうございます。ガーッ笑いました。いいこと言うね、新次郎。本当、もう素敵。チューミさん、エミさん、久しぶりにメッセージします。ついこの間までセミが鳴いていましたが、めっきり秋風で過ごしやすくなりましたね。ところで、チューミさんのホームページ、閲覧しましたら、10月22日、横浜、東海市場ライブカフェ2000、チューミとしかつソロと書いてありましたが、完全ソロ形態なんでしょうか。詳細をお聞かせいただければ。まあ、あのちょっとね、相方の長瀬達ね、ちょっとあの事情があって、その日あのいないので、私一人か、もしかしたら誰かね、あの一緒にやるかもしれませんけども、ね、一応ソロという名目でやります、まあ、新庄よかったら来ないか、番組にも来てください、ね、まあそうだ ね、一応呼ぶ約束をしてるので、そうですか、今度時間見てね、お待ちしております、決めたいと思います。はい、はい、ね、アリさん、アリさん、あ、アリさん、アリさんも初めてですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、初撃、初 メッセージですね。で、今日は静岡から偶然仕事で横浜に来たので、これは聞かなければと気温でメッセージまで。嬉しい。ありがとうございます。ついみさんが新次郎さんと、さっきのね、新次郎ですよね、はい、壁さんと一緒にちょっとユニット組んでるんですよ。そのバンドのジェミニというバンドなんですけどね。先日は浜松お疲れ様でした、また静岡にライブに来てください、県外のライブも頑張って聞きに行きたいと思っています。季節の変わり目、不安定な天気も続きますが、どうぞお体に触りありませんご自愛ください、まあ、ご丁寧にありがとうございます、ね、ありがとうございます。じゃあ、北郎、はい、北郎ちゃん、こんにちは。内海さん、恵美さん、こんにちは。北郎です。先日とうとうテレビドラマ半沢直樹が終わってしまいましたね。私も見ました。本当に毎週日曜日楽しみにしてたのに、久々にドキドキするドラマでしたね。内海さん見てましたか、名台詞、倍返しだ、100倍返しって言うんですよ。また土下座もするんですよ。なんか銀行マンの話なんですが、時代劇みたいで面白かったな。なんかあんな風に上司に歯向かう部下はまず現実難しいでしょうね。だから面白かったのかな、けどあんなに頑張ったのに最後は小さい証券会社に出向させちゃったんですよね。あれ、続きがあるんだって。そう、全く裏切りやらどんでん返しやら繰り返してしたけど、大変だったらしいよ、テレビ局にあの、メッセージがいっぱい来て、なんであんな終わり方なんだとか、もうこれで終わりなのかとか、怒り、怒り、続くのかと思ったら終わりだってびっくりしちゃった。あんまりにも視聴率高いんで、あの 続編を作ることになって、とりあえずあそこでああいう形で終わる、あれやっぱり続く感じはするもん ね、メッセージが、半沢、出向先でも頑張れ、毎回したって、北郎ちゃんが、ね、メッセージが。サラリーマンの星ですからね。面白い。ぶつかっちゃ言っちゃいます、はい、はい、ブスカちゃん、こんにちは。リクエスト、秋の始まり、先週土曜日登ってきました、上州穂高山、2153メートル、百名山46座、達成です、おめでとうございます。片道9キロウォーキングあり、鎖場あり、笹のこぶこぎ、なんだそれ、ありのなかなか面白い登山でした。先の台風の傷跡で大きな木が倒れて道を塞ぐこと2回、その度に大回りするのでした。うわ、あんな大きな木と自然の恐ろしさを感じたのでした。天気もよく、山頂から久々の大展望、あ、よかったね。尾瀬の日内ヶ岳、いろんなものが見えたんですね。富士山は残念ながら雲の中、途方時間は疲れたけど、あ、仲間と3人でワイワイガヤガヤ、すごく気持ちのいい登山でした。そろそろ夏の終わり、いいんでないかい。あ、そうだ、ね、金曜日、渋谷北沢、2年ぐらい目がリクエストされてるんで、ね、すいません、はい、ちくるちゃん、ちくるさん、はい、ちくるちゃん、
リクエスト何でもよいでしょ、うん、あ、ゴッツピンクかけてかけてますせ、はい、うん、かけてますよ、次もかけてますよ、すいません出先なんで間に合えばまたかけます、はい、ね、ね、ということです、皆さん今日はねメールたくさんいただいて、ね、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、ね、今日はねミミちゃんに来てもらってますけど ね、 ミミちゃん、私も出るんですよ、そうです、私もこのメンバーなんですよ、はい、なんか人ごとのように私言ってますけど私もこのメンバーなんです、仲良くしましょうちみさん、ね、よろしくお願いします、でこれ私の方がちょっとメンバーだけちょっと紹介、はい、しましょうかね、うん、まあボーカルがハレー・マーリンさんってね、はい、うん、まあ僕はもう長い付き合いをさせていただいてますけどね、まあすごくいいですよ、まあさっき聞いていただければ分かりますけどもね、うん、でピアノがこのね、ゴッツピンクの核でもあるね、はい、畑尾さん、畑尾さんね、うん、その畑なんて言うんだこれ、高行、高行さんですね、うん、うん、もうこの近所なんですよお住まいは、だから一度来てくださいっていうことなんですけど、まあ畑尾さんも忙しいので、なかなかタイミングがあるんですけどね、それとミミちゃん、ミミちゃん、お邪魔しました、林美里、鎌倉在住、ねね、県庁寺と仲いい、いいのかな、県庁寺に慕われてる住職、ね、仲良くさせていただいて、可愛いですもんねミミちゃん、だってあの 朝呼ばれてあれでしょ、あのね、あの座禅とか組ましていただいたり、あの精進しようかなと思ってもうだいぶ悟っちゃいました、いろんなこと、ああまだかなそろそろでも出家をとかね、ね、あの考えなきゃなと思ったり、ミミちゃん小坊主さん可愛いですね、あ、そうですか、うん、じゃあちょっともう少し経ったらあまさんじゃなくてそれもありかもで内海さんギターなんですよ ね、うん、ね、で今回はいろいろね、うん、照明の方もそうですね、うん、あの今回この10月19日県庁寺八頭でやる、うんうん、あのライブはですね、うんうん、あの昨年すごく好評だったので、うん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 、もうちょっとあのさらにグレードアップした、グレードアップして演出効果で、天井の竜をですね、なんか色を変えたり、うん、あとまあ音的にもこう、うん、ふわーっと回してみたりとかですね、あと映像ももしかしたら使うかもしれないって言って、うん、言っていまして、かなりゴージャスな、ね、あの前の日からすごいセッティングが大変なんですけど、うんうん、前の日から行きます、ね、はい、あの搬入してちょっと、まあ、やってみようかという話です、うん、マリンバの組み立てだけでもすごいんですって、そうなんですよ、去年もうね終わった後何キロ痩せたことか今年もダイエットに期待してるんですじゃあ痩せた、もう脳痩せたっていうからね、あのまあ結構凝ったことをしますので、芸術の秋、あの、うん、音楽だけじゃなくて、うん、こう視覚効果もいいですし、あの、うん、とにかくねお寺が綺麗、綺麗、うんうん、お庭も素晴らしい、うんうん、あのお寺に行くだけでもね、うん、あの心現れるっていう感じなので、ね、本当いらしていただけたらと思いますね、うん、去年雨だったけど雨も風情があって、そうですね、雨でもね、雨もすごい良くて、うん、あのこう締め切ってお寺をやるんですが、うん、雨のこの滴るこう音がね、うん、最高ですよね、うん、なのであの、ぜひ皆さんいらしていただけたらと思います、うん、さらに今回特典付きなんですよ、はい、まだあるんですか特典、そうなんですよ、このコンサートに来ていただいた方に、うん、あの、ね、昨日まで大阪だったんですけど、そこでお世話になった、あの、関西で有名な、ヒロコーヒーさんが、限定先着150名様に、皆さんに、コーヒーをプレゼント。コーヒーって何？コーヒーの粉。あ、粉も豆じゃなくて、あのね、ドリップコーヒーで、あの、あちらですごく人気のある商品があるんですけど、あの、ゴッツピンクのちゃんとあの、ラベルも入ってる特製のものを。もったいなくて飲めないじゃないですか。はい、あの、限定でお配りしますので、ぜひお土産付きですので。うん、もしかしたら飲めちゃうかもしれないっていう。あ、そうだね。150名様。うん、大きなコーヒーね。そうなんですよ。あのね、うん、向こうで飲んでたんですけど、お菓子も美味しかったし、コーヒーも美味しいし、大人気で、あの、行列してましたよね。喫茶店で行列ってのも珍しいよね。そう、関西に何店舗もあるんですけど、すごい人気のコーヒー店で、あの、すごく応援していただいているので、今回はこちらに関西から遊びに来てくださって、あのわざわざコーヒーを、あの提供してくださるそうなの で、ね、皆さんぜひぜひご予約、うん、チケットしていただいていらしていただけたらと思います、はい、あの最寄りのね駅は鎌倉、北鎌倉、そう、北鎌倉から徒歩15分です、うんうん、それであのチケットなんですが、はい、あのエアプレーン
エアプレーンレーベルというところを、うんうんうん、ウェブで、はい、検索していただくと、はい、そこのホームページからも買いますし、そうそう鎌倉ですと、タラバ書房さん、はい、あと、島森書店さんで、うん、チケット扱ってますので、はい、ぜひご連絡いただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。うん、じゃあ、最後に、ピンクの、ゴッズピンクの曲を聴きながら、ね、お別れしたいと思います。はい。ごめんなさい。ちょっとね、手違いでしたね。もう時間がなくなっちゃったから。はい、ね、うん。そうですね。残念ながら。まあ、じゃあまあね、うん、あれですか。もう、で結構です。うん、はい。すいません。お邪魔しました。喋りすぎちゃいました。また来てくださいね。大丈夫です。はい。ぜひ皆さん、いらしてください。はい。いらしてください。10月19日、県庁寺。はい。じゃあ次のコーナー行きます。はい、どうもありがとう。またちょっと、まあ、言いたいことは言えた、そういっぱい言えた、ね、2曲になっちゃったけどすいません、まあ、でもこっちがあるから、ね、そうですね、チラシ置いてって。